はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージュです。では今回は信長の予防大使真田幸村プレイ続きをやっていきたいと思います。ここまでですね、織田軍信長を倒して、その家臣団、信長を含む家臣団を取り込んだ幸村ですので、今回はその続きになるんですが、いよいよ多分ね、これが最終決戦、最終的な敵になるんじゃないかという長宗我部と戦っていきたいと思います。長宗我部はこれご覧いただいて、四国、あとはもう畿内から、中国方面までほぼほぼ丸々平らげているというこのね、長宗我部と戦っていきますので、しっかりやっていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まずはね、配属関係とかは全て済ませてありますので、あとは徴兵も済ませてあります。この後はどこの城を取っていくかというね、戦略の部分になっていくかなと思うんですが、やっぱりどう見ても畿内大は城の密集度が高いんで、攻めるのもなかなか大変そうですね。かつもう上杉はね、完全に遅れを取っているというような状況なので、真田一体でなんとかね、戦っていかなきゃいけないというところなんですよね。まあ長宗我部と黒田がガリガリやり合ってますけど、前回長宗我部とは一旦停戦をしているので、しばらくね、我が方としてはのんびり過ごせると。その間に鉄砲とかね、軍馬をできるだけ買っておきましょう。先月の終始です。表情始めるとしましょう。もう信長がいるな、信長。いや、権利もいるし、あ、軍事が欲しいんですが、ここは正信を選択しておきましょう。表情を終わります。策がございます。貿易港、鉄砲獲得、これはすぐにでもやりたいですね。いかがでしょう。鉄砲は欲しいですからね。ああ、この遠路行軍も欲しいですね。兵糧消費量が減少大、これは両方ともすぐにでもやりたいな。まあ、順番で言うと先に遠路行軍を入れて、これで余っていれば鉄砲貿易も入れちゃいましょう。ちょっとね、黒田家が持つかどうかわからないけど、黒田家にこの際使者を送りたいですけどね、ちょっと遠すぎるという話か。まあ、宣戦布告したらまず若さんに攻め入るっていうのが定石かな。まあ、左大臣か、まあ、官位を今更もらってどうなのかというのはありますけどね。長宗我部軍と黒田軍ですね。今見た感じだともう黒田軍が2戦続けて長宗我部軍に負けたので、一気に戦局が傾く可能性がありますね。安藤家との同盟切りか。じゃあここはいつもの兵糧外交を入れておきましょう。先月の終始です。かしこまった。取引を行いましょう。取り計らいます。かしこまりました。ありがとうございました。さあ、そろそろ次のターンあたりでは停戦が明けてくるはずなので、そこに合わせて
戦っていきましょう。報告いたします。先月の収支です。まだ上層壁に対しての戦線はできない状態なので、もう1ターン、もう1ヶ月送っていっちゃいますね。おそらく次のターン、次の月で戦線復興ができるんじゃないかなと思います。うん、安藤家はここで何？同盟じゃないんだ、引き出してくる条件が。これはちょっと意外でしたね。表情始めるとしましょう。ただここで手をこまねいているわけにはいかないので、軍事が欲しかったな。ちょっと再考させましょう。軍事がどうしても欲しいので、当家の行く末話し合いましょうぞ。まあさすがの三成だな、この提案施策力数は。かような策はいかがでしょう。朝廷来訪頻度上昇、これすごい迷惑だな。絶対やらない方がいいと思うな。お金をねせしめられちゃいますからね。洪水低下、洪水被害低下は入れておく。まあ、安藤家と今戦う余地ないので、まあ、一応ここは新書の上限いくまで節制を送っておきましょう。で、上層壁に戦争を仕掛けます。味わうがよい。早速じゃん、軍を起こしていきましょう。若さに攻め入る軍勢、これが道さんね、11万2000、こんだけの兵集めたら相当なんじゃないかな。あとは鉄砲だ騎馬だという話をするのはナンセンスなので、部隊の半分ぐらいはね足軽にしましょう。これでバランス的にはどうでしょう。鉄砲隊がちょっと数的には少なくなっちゃった。鉄砲隊がそれでもまだ4、5、5、部隊は多すぎだよな。3部隊にしましょう。で、道さんが騎馬隊というところですね。11万の軍勢ですからね。まあ、ただ同時並行的に軍を集めていきましょう。摂斎率いる5万5000の軍勢が景勝率いる5万5000の軍勢と激突か。これちょっと場所がよろしくないな。もうちょっと狭っこいところで戦いたいけど。これで行こう。いや、そうそうたるメンバーだけど、これで勝てなきゃもうしょうがないね。で、状況を見て遅れてさらに追加で派兵を入れていきます。
まあ、まずは目の前の戦いで勝っていかないと話にならないので。先月の終始です。動きを封じよ。いや今度は金か。いや同盟結ぼうよ。同盟さ、ここは決戦の指揮を取りましょう。影勝との戦いになるなら敵の布陣を確認してからになりますね。進出鬼没か。いやこれは味方の方が圧倒的に有利だな。となればあえて奇策神出鬼没を使わずとも普通に無陣形で挑みましょう。まあ鉄砲隊をうまく使っていきたいので鉄砲隊が生きてくるところに布陣していきましょうか。ゲチオ、そうなると一体部隊は全部下げちゃった方がいいのかな。我が命に従え。始めましょうか。ゲチオ、覚悟は良いか。ご命令を。いざ進む。ご命令を。覚悟せよ。とにかく鉄砲隊をね生かしていきたいので敵を引き込みましょう。ゲチオ、始めましょうか。行くとしようか。まあ陣のうち2つは捨てるという戦い方ですね。覚悟せよ。ゲチオ、始めるぞ。ご命令を。始めましょうか。まあ、敵の進行ルートがちょっとわからないので、まあ、固まってきそうな感じはありますけどね。影勝の軍勢の数を考えるとここは普通に戦うしかないかなというところですね。ご命令を。覚悟せよ。ゲチオ、始めましょうか。ゲッチ、覚悟しろ。ゲッチ、始めるぞ。ゲッチよ、お覚悟願います。敵の居所知れました。まず陣を1個明け渡す感じだな。まあ、ここは問題ないでしょう。敵の居所
知れましたか。影勝が突出して出てきてるね。ここは影勝を引き込んで戦いたいですね。愚者、覚悟せよ。ご命令を。始めよ。始めるぞ。ゲッチ、いざ進む。ご命令を。覚悟は良いか。ご命令を。始めるぞ。ゲッチよ、始めましょうか。撃て。うん、先に奥にの鉄砲隊が山の上から撃ちかけてくるパターンか。あんまり嬉しくないな。攻め立てよ。何、しかも陣を潰されてる。いや、陣守っててくれたんじゃないの、そこは。我が策ご覧ください。微妙なことしてくれたな。ゲチよ、始めるぞ。ご命令、覚悟せよ。ゲチよ、いざ進む。ゲチよ、始めるぞ。我が策お聞きくだされ。撃て。ご命令をお覚悟願います。始めよ。いやー、陣を持ってるっていう強みが全くなくなりましたね。むしろ山の上から攻撃されてるんで押される感じがしてならないけど、持ちこたえられるかな。全ては我が小中です。やりたい前。さて、そうすると秀政は反転させて影勝を狙いに行きましょう。始めるぞ。ご命令を。撃て。ゲチよ、始めるぞ。この策で出し抜いてくれよ。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。この策で出し抜いてくれよ。わしが何故、まあ、早速鬼身を発動して、お主に教えてやろう。始めましょうか。撃て。影勝も鉄砲撃ってくるくるね。まあ、ここは初戦なんでお互いに装備が充実した状態での戦いになりますね。こちらが一枚上手のようです。策のある者がいるとのこと。ゲチよ、覚悟せよ。この策で敵を欺か。突き崩せ。我が策ご覧ください。撃て。ご命令を。覚悟は良いか。始めるぞ。ゲッチ、いざ進む。ゲッチよ、始めましょうか。覚悟せよ。ゲッチよ、始めるぞ。まあ、ここまでは一進一退ですね。まだ戦局が動くようなタイミングではないので。突き崩せ。いやー、敵は鉄砲隊多いねー。やっぱり切り替え。逃げないのなら仕方ありませんね。銅さんがちょっと削られてるのが多いなー。ちょっと後ろに下げますか。この策で敵を欺かん。銅さんの鉄砲隊に騎馬突撃を仕掛けたのが、影勝の騎馬隊に道さんが自ら騎馬突撃を仕掛けたのが良くなかったみたいですね。我が策ご覧ください。撃て。ゲチよ、覚悟しろ。ゲチよ、覚悟せよ。我
が命に従え。まあ、ここで道さんがやられると一気に戦局が上層壁側に傾くんで、それは避けるために一旦道さんを下げましょう。この初戦はどうしても取りたいよな。我が策ご覧ください。さあここは強撃をババノグハルが受けるんで一旦兵を下げましょう。いざ進まん。ご命令を始めるぞ。愚痴を覚悟しろ。我が策ご覧ください。この戦全ては我が小中です。我が策ご覧ください。熟語のよ、覚悟は良い。なんとかしてね、影月を階層に追い込みたいんだけどな。掴んだ勝機逃しはせぬ。手加減できるほど器用じゃないんでな。まずは敵の1部隊2部隊なんとか階層に追い込みたいけど、まあ下がっていくからな。この辺りは賢くはなってきてますよね、敵の方に。さあそしたらまず酒井忠次はこのまま追撃させよう。で清康隊は反転して敵の攻撃に当たります。お覚悟願います。いざ進まん。お聞きくだされ。撃て。榊原康政はピンチなんで回り込ませて下げましょう。まあこんだけうまく下げられるかっていうのはありますけどね。撃て。撃て。どうするこれ。追っていくのは無理があるな。ちょっとここはもう今目の前にいる敵を確実に階層に追い込もう。始めるぞ。ゲチよ、お覚悟願います。で動作ももうそろそろ前に出していいでしょう。始めよ。始めるぞ。どうぞお聞きくだされ。ちょっと心配なのが織秀政がピンチになってきてるね。織秀政の隊を救援してあげないと。ただがもう氏里の部隊も危ないな。これちょっとどっちが先に転び出すかわからないですね。万が一味方が先に敗れるとなるとちょっと考えたくないけど。よし、まず敵の部隊1部隊回想させたね。キラ隊、ただ味方もむしろ味方の方が一気に回想する可能性があるな。長尾正影隊回想させた。これここをしのげれば一気に戦局が有利になるぞ。ご覧くだされ。この戦これで終わらせる。馬場信春は下げざるを得ないですね。下げましょう。改装されるとこの有利な状況が一変する可能性があるので、蒲生氏里も下げざるを得ないので下げます。まだ元気なのが島左近。さすがだな、ここの辺りは。動産は復活したんで救援に当たりましょう。で
ホリーデマサもちょっと危ないので一旦下がらせましょう。守るところと攻めるところ、ここをしっかりメリハリつけていきましょうね。ババノバールが持たないかな。よし、なんとか持ってくれたね。よし、次のターンで勝利に一気に近づきましょう。まずはババノブハルの部隊はさらに下げて、ここで待機。ガモ氏里隊も街道沿いで待機。榊原隊は少し前に出ましょう。織秀政隊も一旦下げます。で、左近はさすがだな。ここに来てもなお左近こんだけ士気旺盛ですからね。で、道さんは突撃後ろから敵を撃ちましょう。で、酒井忠次隊は奥に部隊に突貫。よし、これで奥にを潰せればこの戦い勝利できますね。ただ奥二隊は下がる。さあどうするかだな。道さんの隊も一旦下げましょう。これ以上道さんの隊が削られると危ないので、覚悟しろ。我が策ご覧くだされ。この戦これで終わらせる。ゲチロ、覚悟は良いか。撃て。ゲチ、始めるぞ。ご命令を。覚悟は良いか。始めましょうか。始めよ。突き崩せ。撃て。かかれ。いやー、ちょっともう一押しなんだけどな。動産を一旦下げてだ。もう一部隊改装させればそれこそ本当に勝負が決まるはずだ。ここは総攻めに切り替えていきましょう。いや、なかなかに強いですね。ここまで緻密に作戦を立てて決戦やるってあんまりしてなかったんですけど、今回結構しっかり作戦練ったんですけど、このありさまですからね。上杉景勝、今回の軍勢の大将景勝を階層に追い込めれば確実に決まるかなと思うんですけどね。いや、戦線復帰してきやがった。ただ復帰するものあれば散るものもいるはずだ。まだ決められないか。いや、なかなかに粘りますね。ただここは総攻めの意図は変わりなく攻め立てましょう。ここも戦線復帰してくるか。こちらが一枚上手のようですね。いや、結構しっかり逃げるね敵も。榊原康政が危ないね。持ってくれればいいんだけど。覚悟しろ。我が策ご覧ください。始めるぞ。鉄砲隊の割には足が速いんだよな敵も、平地なだけに。勝てるとでも思ったか。あと画面上2ミリなんですけどね、繊維ゲージでいうと。
さあどっちが先だ。決まらないか。決まったね。いやーちょっと一瞬ヒヤッとはしましたけど、これで城が一つ二つと取れるかな。ここは敵を少しでも削るために処刑していきましょう。無念だ。持ち瀬山はどうする？力攻めにしとく？一旦は早期に城を取りましょう。まずは後瀬山をダッシュしましたね。続いてどっちに行くかだな、まあ、普通に考えたらじわりじわりと攻め寄せていくために二条御所で敵を信近が出てくるんだな。ここは信近隊と一松か。負けるか。自分で指揮取らないとこうなるんだよな。とはいえちょっとめんどくさいからな、毎回これをやるのは。カズマスの方もでもそうそうたるメンバーが集まってたはずなんだけどな。それであの有様か。まあただ道さんの方は確実に勝つでしょう。負ける。ちょっと待ってくれ、マジか。いやだってそうそうたるメンバーだったでしょこっち。ちなみにこっちは誰がいるのこれ舞台。山中鹿之助、まあまあだよね。まあ信近は強いでしょ。成政なんて知れてるじゃないですか。まあ、秀吉も強い、長吉も強い、為信も強い。まあでもこれで負けるか。ちょっと残念だな。せっかく取った持ち瀬山をそのまま返上するのは口惜しいな。講和をしちゃおう。じわりじわりと。勢力を広げていくしかないんですけどね。いや今取ったばっかりの持ち瀬山をそのまま渡すのはちょっとやだな。報告いたします。先月の収支です。講和が間に合うかどうかちょっと微妙な情勢ですね。まずは兄貴とは兵糧外交を展開しておこう。兵糧外交が効くのかっていうのがちょっと疑問になりましたけどね。さっきの安藤家との交渉の結果を見ると。かしこまった。ちなみに婚姻は誰かいるの？いいじゃん、これで婚姻同盟結んじゃおう。もうめんどくさいからね、安藤家と一年おきに何かしらをやるというのは。いやー超速鍋はもう手がつけられないほどでかくなってるな。間に合わないの後津山の交渉は。
間に合わないか。みすみす城を奪われたわけだな。いやー、長宗我部に対してこの結果か。まあここは一旦講和して戦力を整え直そうっていうね、今回何のためにプレイをしたのかちょっと謎ですけどね。報告いたします。先月の終始です。表情、まあちょっと残念だったというか、手を抜いたのが良くなかったな。とはいえちょっと毎回決戦を押しかけていくのは少し面倒なんで、なんとかね勝てそうなところはもうイニンにしちゃうっていう方針にはしたいんですけど、武将の質で勝ってたはずがさっきの敗退だからな。はい、というわけでちょっとね虚しいプレイになってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。次回はねこの続きをまたプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。